今日のデリテーマは、動力源は全部やる。動力源は全部やる。で、これはどういうことかっていうとですね、まあ、よく疲れきってる人とかいるわけなんですね。で、そういう人を見ると思うのは、若干何か自分の頭の中で駆け引きや取引があるということなんですね。何かしらの。 これとこれはどっちをやろうかなとかこれは少し何かこう人に頼めないかなとか後回しにできないかなとかこれはあさってでもいいんじゃないかなとかですねまあいろんなことを誰かやってくれないかなとかいろんなことをこう計算しているように私には見えるわけなんですねでまあ当然私もあるんですよそういうことっていうのはこれとこれはどっちをしようかなとかこれは誰かに頼めないかなとか うーんこれどうすっかなとかいろいろ考えることっていうのはあるわけなんですね。ですけどあの考えるってことは迷,迷ってるってことですよね悩んでるってことですよね。ってことは停滞してるってことですよね動いてないってことですよね。これがさらに弱くするわけです。一歩を踏み出すというか動き出すのを遅くさせるわけですよね。 淀みを作るわけですねで動力源っていうのは要はガソリンみたいなもんですよねエネルギーになるわけなんですけどこれの秘訣は全部やると全部やるというふうに決め込むことですねえあれもこれもそれもこれもですかというふうに思うかもですけどそうですよとあれもこれもそれもこれもですよとえ勉強もえ洗濯もえ掃除もうーん仕事もですかと えさらに子どもの弁当もですかと。そうですよとそう。そうですよと。全部ですよというふうにですねこれ人から言われたら腹が立ちますよね。ですけど自分で思ってみたらどうでしょうかって思った瞬間に全部やるって思った瞬間にもう迷いはないんですね。で計算もないんですねで。取引も駆け引きもないわけなんですよね。もう動くのみです。 例えば今日の一日のケアマネー試験の受験対策のノルマを5問と決めたりするわけですね。で、5問もやる。仕事もやる。で、家のご飯作りもやる。で、買い物も行く。後片付けもやる。洗濯もする。明日の準備もやると。例えばですよ。例えば。こういうふうになったときに。そして本も読む。デイリーマインドも見ると。 なった時にですねこれ全部やるってなったらもう迷ったり悩んだり考えたり計算したりする必要ってないんですどうしてかって言ったら、まあ、計画を立ててももちろんいいんですけれども頭に浮かんだものは100%実行なんですねだってそうですよね全部やるわけですから頭に浮かんだ瞬間にはいやるでいいですよえこっちよりこっちを先にした方がいいかなっていう計算は、まあ、いらないですよねだってやるんですからどの道 時間差があるだけで全部やるわけですからパッて思いついたものをパッとすぐやるで終わらせる終わらせたらあのその次っていうふうにやるっていうのが一番最短ですよね動いてない時間というものを短くするっていうのが、まあ、一番のこの何て言うんでしょうね早い方法ですよねってなってくるわけですでそのことに説明を受けなくても自分自身で気づくわけなんですねこれが面白いなというふうに思いますけど まあ全部やるって決めた人間はとにかく元気ですよエネルギーエネルギッシュですよね、えー、駆け引きがありませんから頭の中の取引が計算がありませんからとにかく実行ということで、まあ、何も考えるなということとはもちろん違うんですけどね、えー、迷ってないということですよね停滞してないということですよねですのでよどみがないのでパンパンやりますのですごいいいですよねでこれ仕事においてもそうなんですけれども あの全部自分がやるっていうふうにですねぐらいに思ってる人っていうのは覚悟が決まってる人っていうのはまあ気持ちいいぐらいパンパン動いていきますよねでどんどん動いていくとでまあうまくいくっていうことが多いわけですねで職場であの嫌われるぐらいがちょうどいいです仕事っていうのは嫌われてるのがちょうどいいですどういうことですかって言ったら全部一人でやるんだと3人でやる仕事は全部一人でやると 4人でやる仕事を全部一人でやるっていうふうにやってるとですね、まず間違いなく嫌われますから。まあこれはもう間違いないです。えー、経験上間違いないです。私も本当に一人で全部こう、まあ、の昔ですね、会社とかにいる頃にはやっちゃいますから、やってましたから、そうすると当然嫌われるんですよね。で、嫌われてもいいんですよ。関係ないですもん。自分がやるって決めてるんですから。周りの評価はなんかどうだっていいですからね。えー、ですので、それをやってると嫌われる。で、嫌われるぐらいがちょうどいいですよ。 でさらに嫌われてるところをですねさらにそのまま突き進んでいくとそれ突き抜けるんですね突き抜けるそうすると別世界に行きますもう要は嫌われるというところを超越します嫌われるっていうことは結局ですねこれ抵抗勢力があるってことでしょ抵抗勢力あるっていうのは結局のところ地上にいるんですよ 飛行機ですよ飛行機こう止まってますよね、地上で止まってると。ぐーっとすごいスピードで上がっていくわけですよね。上がっていくというか進んでいくわけですよね。そうするとものすごい風が来ると。これがすごい抵抗ということですよねで。これが嫌われている状態と一緒なわけですけど、結局のところ、すごいスピードで進んでるっ,たって、地上にいるわけですよ、飛行機は。だから抵抗に合う。ですけど、ぐわっと上に上がっていくわけですよね。 そうするとその抵抗というものが消えていくわけなんですね。逆に浮力になっていくわけですね。で浮力になって抵抗,じゃじゃああの抵抗に感じない頃飛行機はもう地上にはいないということなんですよね。ですから、まあ、そういう状態っていうのをイメージしておくといいかなというふうに思うわけなんですね。で私もすごいこう抵抗勢力とかっていうのはありましたけれども,もうその地というものを離れたところからですねその辺はもう浮力になってきましたね。 もう私にとって全く問題ない、まあ、というか、それが抵抗じゃなくなったと言いますか、実際に感じなくなったというよりか、本当にいなくなったというのが実際ですね。なので、まあ、嫌われてないとしたら、ですねまだまだちょっと足りんぞと、まずは嫌われるのが第事段階ですから、抵抗勢力だらけというのが第事段階ですので,で、それで失速してしまったら、もうどうしようもないですね。えー、ので 飛び立とうとしてスピードを上げた飛行機がですね抵抗勢力にあって失速したらどうなるかもう分かりますね。飛び立てもせず、元にも戻れず、どこかに突っ込んでおしまいんですよね。ですので、一番悲劇ですから、だったら最初から何もしない方がましっという状況,になり状況になりますからね。ですから、行くんだったらもうとことん行って、もうぶち抜くということですね。 もう抵抗勢力なんかが来てももう関係ないとよし来た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 とこれが浮力になるという感じでですねそのまま突き抜けてそのまま浮上してですね飛び立ってほしいなというふうに思うわけですね。ですので、まあ、仕事なんかも同じですねですからそれ全部やると1人でやるっていうのというところですよねその気概ですね。 でそれは仕事だけじゃなくて家のタスクなんかでも言えることかなというふうに思いますので、まあ、あれこれやることですねたくさんあって大変かもしれませんけれどももし悩みとかなんかそこに辛さとか閉塞感停滞感を感じているとしたらそのやるというですね気概というのが少し足りてないかもしれないと全部やると決めたところからなぜか大変そうでですねより辛くなるような気もしますけれども活力が出てくると。 この気持ち考え方というのが動力源になるということをですね、知っておいていただけたらいいかなというふうに思います。動力源は全部やる。これが今日のデイリーマインドセットです。